ファンプラスとは NTT グループと角川グループが合弁で設立した NTT プライムスクウェア株式会社が運営していたクラウド型デジタルコンテンツ配信サービスである。大好きがここにある。をキャッチフレーズに2011年4月14日よりサービスを開始した。2013年6月28日、即日コンテンツ販売を終了し、 2013年11月30日をもってコンテンツ配信を終了することを発表した。サービス名の表記は報道発表資料ではファンと表記されるが、サイトではファンプラスと表記されている。この項目ではファンプラスで統一する。ファンプラスのウェブサイトは電子商店街となっており、複数のコンテンツプロバイダーが提供するショップと呼ばれる。 ウェブページの集合体となっている。ショップで販売されているデジタルコンテンツはハイブリッドコンテンツと称する動画、画像、音楽、音声、テキスト等を自在に組み合わされたもので、電子書籍の一歩先を行くデジタルマガジンを標榜していた。ハイブリッドコンテンツは同社で提供される。 ハイブリッドコンテンツメーカーというエディターを利用してコンテンツプロバイダーが新たに制作したオリジナルのコンテンツであり、いわゆる二次利用のコンテンツではないとされる。ファンプラスに無料で会員登録したファンプラス会員だけがデジタルコンテンツを購入することができる。決済手段はクレジットカードとウェブマネー。購入したコンテンツはマバックスと呼ばれるクラウド上のデータベースに保管され、 パソコン、アンドロイド端末のスマートフォンや、タブレット PC、iPad、iPhone、iPod Touch、携帯電話で閲覧することができた。ショップは通行味でユニークなものが多く、便宜的にカルチャー系、エンタメ系、スポーツ系などのジャンルに分類されており、その数は100ショップを超えた。2013年1月31日現在、ありがとうございます。